こんにちは、ラット好きです。はい、餌をね、拒否る姿が可愛かったので動画にしました。はい、ね、拒否の仕方がね、最近は手も使うようになりましたね。可愛いですね。少しね、拒否の仕方がね、可愛かったんで、しつこくやってる部分があるんですけれども、その辺はね、まあ、見なかったことにしていただければありがたいですね。まあ、そんな感じです。本当にね、食べたくない子はね、絶対口が開かないのでね、食べてる時はまあそれなりにお腹が空いてるってことで、うん、そんな感じです。まあ、消化不良とかね、起こしたりとかはしてないので安心してください。まあ、若干しつこくね、やっちゃってますけどね。うん、かわいそうだけど、つい可愛くてさ、やりすぎちゃうんですよね。可愛いから、可愛いでね、許されることじゃないかもしれないですけどね。うん、このね、イエロくんね、本当にね、可愛いんだよね。拒否仕方がね、手がね、出てくるの、手がね、ピッてピッて、可愛いね。ちょっとね、雑談になっちゃうんですけど、実はね、ツノガエルちゃんをね、飼い始めたのは一番最初はね、このイエローくんだったんですよね。なんかね、綺麗でね、とっても可愛かったんですよ。黄色だったから。ね。確かね、アルビノ個体だったと思うんですよね。うん、この子。なんかよくわかんないけど。私結構ね、カエルさんね、飼育何度もしてるんですけどね、小学校ぐらいからね、アマガエルさんとかね、青いカエルちゃんね、うん、ねえ、まあ、この子の前にいる、まあ、未だに生きてますけどね、ツメガエルちゃんもいますけどね、最初はカラフルだったんですけどね、色が抜けて普通のアルビノのカエルちゃんになっちゃいましたね。うん、ね、なんとなくね、なんか私今ね、ブームみたいなのがね、来てましてね、なんか両生類にね、めちゃめちゃハマっちゃってますね。ウーパールーパーとかね、かわいいんだもん。なんか知らないけど、ウーパールーパーもかわいいけど、カエルちゃんもかわいいんだもん。うん、なんだかんだね、常にね、カエルさん飼い続けてるような気がしますね。アマガエルとかツメガエルとかね。うん、カメさんもね、飼ってましたけどね、なんだっけ、スッポンモドキとかね、緑のね、カメさんね。うん、でもやっぱり私はね、カエルちゃんが好きかな。可愛いものね。うん、かなり雑談が長くなっちゃいましたね。ついつい喋りすぎちゃう。うん、ねえ、かわいいよね。もうカエルさんはね、一匹一匹ね、本当に性格がね、様々なんで、本当に飽きない。ねえ、本当に何匹かいるとね、本当に楽しい。いろんな性格の子が見れてね。あ、ちなみにね、このイエローくんね、これは男の子ですよ、一応。ね、こないだ胸元のね、あたり、袋膨らませてました。うん。かわいいよね。
ちなみにグリーンの子と茶色の子もね、多分男の子です。なんか抱っこコブっぽいのがねついてんですよね。ちょっと予想が外れちゃいました。グリーンの子はね、イエローくんと茶色の子はね、男の子だっていうのを向かってたんですけど、なんかちょっと若干ショックですね。ね、この子最近よくねケロケロ言ってます。なんか泣いてる。とりあえずね、喉の袋ね膨らませてなんか言ってる。絶好調なんですよね多分ね。はい、最近ねツノガエルちゃん本当にね清潔好きだなってね思い始めてるんですよね。自分のうんちとかしたところにね絶対ないし、なんかね自分の体汚れるの嫌みたいですよ。そろそろねこの辺で動画を終了にしたいと思います。見ていただきありがとうございました。ラット好きでした。